武田勝頼、なかなか手強い男だったよ。俺や家康に勝るとも劣らない絶頂スタートだった割には、ここまでよくやったんじゃねえか。だが、もう終わりだ。勝頼最大の悪手は、あの神父城とかいう城の建築だ。城を築くのはいい。つつじヶ崎が本拠地に適さなくなったのもわかる。しかし、武田の経済力とあの城の作りは、あまりにも不釣り合いだ。軍費だけでも限界ギリギリなのに。さらに莫大な築城費をかけちまったら、普通なら完全に破綻する。つまり、普通じゃありえねえほど、家臣や領民に負担を強いているんだ。これは今までみてえな不運じゃねえよ。勝頼が自ら、致命的なミスを犯したんだ。木曽義政がこっちに寝返ってきたが、戦になれば他にも大勢の奴らが、武田から離反するだろう。勝頼がどこかおかしくなっちまったのも、わからんこともないが、それも、あいつの小さなミスや甘さが積み重なって招いたことだよ。まあ、そうは言っても。結局、誰がやったって。武田は滅ぶ運命だったんだけどな。こんな時に浅間山が噴火するなんて、勝頼最大の強運じゃねえのか。これで兵も領民も、ますます逃げていっちまうな。勝頼殿、甘いところがある割には、変なところでルールには厳しいんだよな。長篠でも、嘘をついたトリースネイモンを、約束通り殺してしまったしよ。あれに何のメリットもないのにな。でも決まりは決まりだって、普通に思ってるだけなんだろうな。だから、どんな理由であっても、家臣たちが離反すれば、預かっている人質を処断するのも、普通に当たり前と考えてしまうのだろう。しかし、逃げる時に人質を残したまま城を焼き払うというのは、勝頼殿らしくない残酷さだったな。真面目な人間がダークサイドに落ちると、やはりああなるのか。ならばせめて自分も、滅亡のシンボルの城と共に、潔く死を選んでいれば。俺も地獄まで付き合うつもりだったし。後世の評価も、もっとマシだったかもしれないのにな。信忠に武田攻めの総大将を任せたのは、あいつと、その直属の軍団が、どれだけの働きを見せるかのチェックでもあったんだ。でもこれじゃ、チェックも何もあったもんじゃねえな。いや、当たり前に勝つとは思ってたけど、ここまでひどいとはね。武田で戦意があるのは、勝頼にごく近い一族と家臣だけじゃないか。他の家臣は次々に降伏か逃亡し、領民は城や関所を壊しまくってる。これじゃ、信勝だって勝っちまうんじゃねえのか？いや待てよ。さすがに、それだけはねえか。信勝は敵と味方の区別すらつかんからな。とっくに奪った城にでも、平気で火をつけそうな奴なんだ。ある意味、どんな敵よりも恐ろしい息子だ。武田家、本当にボロボロだ。駿河の穴山梅雪も、約束通り、いとも簡単に寝返ってくれたよ。これで、ほとんど無傷で駿河を手に入れた。ついでにこのまま、甲斐も攻め取ってしまおうかね。小山田信繁も裏切ったか。燃やされた神父城に、あいつの人質もいたのかは知らんが。勝頼を城に招き入れるふりをして、いきなり鉄砲ぶっ放すとは。やることが過激だね。勝頼は初めから、俺のとこに逃げてくればよかったのにな。したら、織田信忠なんか俺がとっ捕まえてやったのによ。だがもう、勝頼には逃げ道もねえだろう。武田って貧乏だけど、6文くらいは持ってんのかな。まあ、そんなのどうでもいいか。これからは、俺は俺で勝手にやらせてもらうよ。織田でも徳川でも、いつでも相手になってやるよ。おい、武田勝頼。
ちょっとだけ投手っぽい風格が出たんじゃねえか。ババノブハル。ジジイもいるぞ。なんだよ、武田を潰したショックで、このジジイの名前も忘れちゃったのか？そんなにショックなら、また諏訪勝頼に戻ったらどう？相変わらず、よく喋るジジイだな。俺は普通なんだよ。この山形正影っていうジジイが、年に一回しか喋らねえから。俺がよく喋るように見えるだけだ。まあいいよ、酒でも飲もう。今度はノンアルコールじゃねえぞ。今度も何も、あんたと酒なんか飲んだことはない。あれ、そうだったかな。一緒になんか食った覚えはあるが。ノブハル、もういい、行くぞ。おお、ジジイの声、久しぶりに聞いたぜ。実はよ、あのジジイがな。なんでかは知らんが。酒と食い物をたっぷり用意して、あんたを待ってたんだよ。あっちで、死ぬ前にあんたともっと話したかったのかね。だから、今日はあいつ、5年分くらい喋るかもしれねえけど。我慢してやれよ。